ジャンヌ・マリー・ル・プランス・ド・ボーモン、1711年4月26日から1780年9月8日は、美女と野獣の最も重要な部分を書いた、フランスの作家である。ボーモンの3番目の夫は、フランスのスパイであったトーマス・ピションである。日本では、ボーモン夫人として知られている。ジャンヌ・マリー・ル・プランス・ド・ボーモンは1711年に、ルーアンで生まれ、 1780年に亡くなった。11歳の時に母親を亡くしている。その後、ボーモンと妹はルーアのアーネモントにある修道院学校に在籍していた女性から1725年から1735年まで教育を受けた。ボーモンのは1737年にダンサーのアントワーヌ・モルターとの結婚した。 グリマード・ディ・ボーマントとの二度目の結婚の詳細は不明である。しかし、ボーモンはエリザベスという名前の娘を産んだことが分かっている。1748年、夫婦間の不定に反応し夫から離れ、彼女はフランスを離れ、いくつかのおとぎ話を書いた。その中には、ガブリエル・シュザンヌ・ド・ビルヌーブのオリジナルをもとにした美女と野獣の要約版があった。 イギリスでの出版のキャリアが成功した後、彼女は1763年に娘のエリザベスと婿のモローと一緒にイギリスを離れた。彼女は最初にアヌシー市近くのサブイに住み、1774年にディジョン近くのアーバロンに引っ越した。ウォルター・クリンによる美女と野獣サシエボーモンは約70冊の書籍を出版した。他にも、 雑誌、新フランス誌を観光したりした。ありがとうございます。